メイケンさん、真剣に受け止めてくれたみたいです。以前何度かお会いした時、絵についての議論になると彼女はいつも夢中になって話していました。あの時の情熱はそう簡単に消えるものではないと思うんです。今思えば、あの頃の私たちは純粋な気持ちで議論し、切磋琢磨し合う友人のような仲でした。だから彼女が事件で苦しんでいるのを見て放っておけなかったんです。事件のせいでメイケンさんが絵を描かなくなってしまうのは嫌なんです。私が最後まで頑張れたのは、画家たちのために真相を暴きたかっただけじゃないんです。私が頼りない人だって脅迫者さんに失望してほしくなくて、採掘場にいた時にお伝えしたかったんですが、あの時はうまく伝えられなくて。漂白者さん、私とお友達になってくれて、一緒にこの事件を解決してくれて本当に今はまだ過去の記憶と自分を完全に取り戻せたわけじゃない。でも織江と一緒に過ごした日々と思い出、その全てが大切な宝物なんだ。織江、手伝ってくれてありがとう。織江のこと、そしてこの世界のことが少しだけ分かった気がするよ。漂白者さんたら、分かるまでに時間がかかるんですね。冗談を言える勇気も漂白者さんがくれたんですよ。それはもう少し時間がかかるかもしれません。